皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。本日はですね、先日お邪魔してきました、栃木県鹿沼市にある出会いの森総合公園オートキャンプ場、こちらをご紹介したいと思います。こちらのキャンプ場なんですが、Google で検索すると、レビュー数が結構多いんですよ。338件。で、評価がですね、星5個中星4個っていうかなりの高評価であります。そして、今回ね、行くことになった決め手がですね、安い料金。もちろん、ソロキャンプ、オートキャンプ、デイキャンプの私なんですが、これで、朝チェックイン9時から、で、夕方6時までで2300円。これかなり安いんですよね。で、設備もかなり充実しているということで、評判がいいキャンプ場であります。ちなみに、私の住んでいる場所からは、1時間かからないぐらい、でしたかね。はい。大体、理想としては1時間半ぐらいが理想ですね。で、デイキャンプなのであんまりにも遠いとやっぱりかなり疲れてしまうから、2時間が限度、片道2時間が限度かなといった感じなんですよね。いろいろ、近くからね、いろんなキャンプ場いろいろ今調べてるんですけど、と言ってるうちに現地に着いたようです。ゲートをくぐって、すぐ左側に駐車場があるんですね。受付をしなければいけない方は、すぐ左側へ曲がっていただいて、受付をするといいと思います。場内はかなり広いです。本当にゆったりとしてね、キャンプできますね。余裕を持って。で、設備、施設の方もものすごい充実しております。はい。手入れも行き届いておりますね。受付をしてくださる場所には、売店がありまして、ちょっとしたね、食べ物とか、キャンプ用品、まあちょっとしたものなんですけど、置いてありました。で、あと、自転車がですね、ゴロゴロ置いてあるんですが、これ、レンタバイクってやつですね。すがすがしい風を感じながら、自転車に乗ってね、感じながらキャンプっていうのもまた、いいかもしれません。1時間100円。ですね、私はソロなんですけど、大体家族連れの方とかお友達と一緒とかそんな感じの方が多かったですね。で、こちらトイレ、シャワー、ランドリー、自動販売機全てセットになっている場所なんですけど、ここね、トイレかなり綺麗でした。はい。で、他にもトイレ何箇所か、あと流しですね、あるんですが、かなり手入れが行き届いておりますね。そしてこちらが場内、公園内の案内図です。端から端まで歩いて行ってやろうと思ったんですけど、ね、気になった部分だけ今回行ってみました。そして一番気になったのがこの出会いの鐘。私ぼっちなので、この鐘を鳴らせばもしかしたら遠くから誰か走ってきてくれるかもしれないと思ったんですが、そんな甘い話はないです。 A の6番川沿いのサイトですね。ここは今回の居場所ですね。やっぱり車の真横でできるのは最高ですよね。で、本当は両脇にもね、お客さんいらっしゃったはずなんですが、時間が私とは全然ずれたんでしょうかね。終始、両脇いなかったので、かなり楽な気持ちでした。そしてこちらが遊歩道なんですけど、こちらは一般の方々がね、普通に通られる、歩道であります。私がキャンプしてるさなかも、お年寄りがほとんどでしょうかね。結構ね、いろんなお年寄りの方が、通られて、挨拶してくれた方もいらっしゃいましたね。そういうの苦手な方はこちら側取らない方がいいかもしれませんね。至る所にゴミ箱が配置されてるんですが、燃えるゴミと資源ゴミ、受付を終えるとビニール袋をくださるんですね。で、出たゴミはここに捨ててってくださいという感じです。あとは中州のところに炭を捨てる場所もありましたね。かなり使いやすいです。そしてこちらが今お話しした流し台です。蛇口、場所によってはお湯と水、水だけの蛇口もあります。ここにはお湯と書いてありますね。しっかり掃除されているピカピカのシンクです。こちらは水飲みですね。あとは、今の流しのところを横になんか足とか靴とか洗う場所ですかね。ちょっとホースがついてましたね。で、こちらは水飲みの場所と、あとはこちらはお湯も出ますね。はい。で、切り株が置いてあった。これはただの椅子でしょうかね。結構おしゃれで欲しいなと思っちゃいました。で、その近くにお手洗いがあるんですが、私のキャンプしてる場所から近いのでかなり便利です。なんて言ったってソロキャンプの方はこういう場所では1人ですから、なんか自分の場所がやっぱり気になるんですよ。何か持ってかれないかとか、いたずらされないかとかね。だからトイレが近いっていうのはかなり安心要素ではあります。はい、お手洗い、まあ、ちっちゃい方も大きい方もしっかりきれいにお掃除されております。うん、綺麗ですね。まあ、貴重品はね、もちろん自分で持って歩くのは基本中の基本で、車が近い、ね、オートキャンプなので車に入れてロックしちゃっても OK かなと思います。そんな短時間でね、車上荒らしする人はいないと思いますので。で、ちょっとね、気になった場所がありまして、こちらスペースなんだ。お花見できそうですね。コンクリブロックは何のために置いてあるんだろう。キャンプファイヤーでもやんのかな。そんなに大きくいっぱいやらないよな。でも立派な木ですね。こっからどうやら橋を渡れそう。ずっとね、柵で囲ってあったんですけど、ここで柵が切れるんですね。で、川の方に出れるんだ。あれあれ、熊注意。合わないように、出会ったら目をそらさない、走らずゆっくり離れる。熊、マムシも出るんだ。風情のある橋ですね。木製？うん、木の音がする。完全に木製なのかな。手すりはもう完全に木なんですよね。魚いるかな。すごく澄んだ川なんですけど、魚、魚影とか見えないですね。ここはあれですね、自然の感じというか、重機で鳴らした感じがありますね。キャタの跡がついてる。盛り上がって上のあたりはもう自然のまんまかな。この木のね、手すりのね、匂いがこれいいですね。あ、腐食してる。ここはお花見の季節はにぎわうのかな。さて、橋の終わりに来ましたけど、何があるんだここ。畑ですね。畑があって、あ、向こうは道がある。今お二人向こうの方にね、歩いていった方がいらっしゃるんですけど、参道ですかね。山の中へ入っていくような道があります。はい、私はここで引き返しましょうか。あ、あれすごいいいわ。ちょっとあれ見てこう。あのね、小川に木が覆いかぶさってるようなね、いい感じの好きそうな感じの、いててて、ここ降りてっても大丈夫ですか。いい感じに、あー、植物がね。マムシ、マムシ大丈夫ですか。クマ、クマいませんか。この感じ、おー、あ、木がね、もう倒れちゃってるんですね。このゴミが台無しにしてますね。こういうゴミがね、こういう景色をダメにするんですよね。ではサイトに戻りますか。危ねえ。やべ。ここからはナレーションは少なめにいきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。要所要所でちょっと挟みます。本日はダイソーのメスティン、これ500の方ですね、大きい方じゃない方を使ってハヤシライスを作りたいと思います。はい、私は焚き火派なので自動なんとかとかいうやつは使いません。やっぱり焚き火って火力が安定しないのでね、難しいんですよ、メスティンで炊飯するので。失敗しても成功してもそれはキャンプの醍醐味であるので、自動なんとかとかいう面白みのないことはやりませんね、私の場合は。はい。まあ、失敗したらそれで大丈夫です。なんとか食えますから大丈夫です。そういえばダイソーのメスティン、この500の方ってグツグツ言ってる時に蓋取れません？僕のやつね、時たま蓋外れるんですよね。元に戻ってくれるんだったらいいんですけど、外れたままになっちゃう時があって、なのでこのステンの板なんですけど、重しを乗せるようにしております。はい。でお米に関してはいろんな方がね、いろんなことをキャンプね長い方言うんですけど、やっぱりいろんな意見を総合すると、きちんとお米の量を測る。で、きちんとお水の量も測る。で、しっかり浸す。2、30分浸す。で、しっかり蒸らす。まあ、蒸らす時間に関してはね、まあ、10分から20分ぐらいですかね。人それぞれなんですけど、この工程をしっかりしてれば、あとはグツグツね、終わった後に蓋を取るんですけど、ちょっと様子見しても全然平気なんですけど、グツグツ言って、垂れてる時はダメですよ。垂れが終わった時にちょっと開けてみるっていうのは全然 OK だと思います。そこから、もうちょっと火にかけるのか、止めてやめるのかっていう判断してみるのもいいかもしれませんね。そしてダイソーで今話題の主婦の方が考案したまな板、2種類ありまして、白と黒、あと大きさも大小あって、こちらは小なんですけど結構お気に入りでしてね、家の中でも使っております。はい、今回のハヤシライスに関しては正直ね、完熟トマトのハヤシライスとかいうやつなんですけど、具材が少なくてキャンプに持ってこいちょうどいいですよ。具材がね、まあ、お肉、こちらは豚と牛試してみたんですけど、やはり牛の方が美味しいです。で、あと玉ねぎとマッシュルーム、これだけで OK。 かなりね、カレーより全然楽ですし、まあ、持ってく荷物も少ないし、本当にこれおすすめです。いった感じで今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。